本日はヒューマンフロンティアサイエンスプログラムの説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。経済産業省産業技術環境局国際室長をしております、井上浩一と申します。開会にあたり、説明会の趣旨等についてご紹介いたします。ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム、通称 HFSP は、1987年の G7 ベネチアサミットにおいて、当時の中曽根康弘総理が提唱したことをきっかけに、1990年にスタートした国際的な研究助成プログラムです。主に研究グラント事業とフェローシップ事業を通じた研究助成のほか、ワークショップの開催、研究者への研修活動が実施されており、特に研究グラントでは、新しく作られた国際共同チームによる学際的な基礎研究及び若手研究者への支援が重視されています。応募にあたっては、出口戦略やバックデータは不要となっており、研究テーマにはとにかく革新性、新規性が求められます。こうした点から、 HFSP は国際的にもユニークなプログラムとして認知されております。基礎研究はすぐに社会には活用されないと言われがちです、あるものの、長期的に見れば、基礎研究から生み出された成果は、これまでにない新しい製品やサービスとなり、社会を大きく変える可能性を秘めています。そして有望な研究シーズを社会実装につなげていくことは、研究者の皆様のお力なしには達成できません。特に生命科学分野においては、研究成果が応用化されるまでの期間が比較的短いと言われており、迅速な社会実装が期待できる分野と考えております。HFSP をきっかけに、イノベーションエコシステムのさらなる構築に皆様と共に挑戦してまいりたいと思います。現在、研究グラント事業の公募が行われております。近年、日本の研究能力の国際的な比較での低下が見られる中、HFSP への日本からの応募数の減少、それに伴う採択者数の減少が顕著であると言えます。HFSP での採択者数の回復は、日本の研究能力回復を示すバロメーターにもなると考えており、ぜひ皆様の積極的な貢献に強く期待したいと思います。HFSP による国際共同研究への参加は、日本の現在の科学技術イノベーション政策の柱でもある頭脳循環の一環でもあると考えております。受賞した研究者の皆様からは、研究者としての国際的な地位、知名度が大幅に向上した、国際的な研究者ネットワーク構築につながった、さらに支給される研究費の使途自由度が極めて高く、研究活動に専念できた、などの声を多く頂戴しております。産総研の研究者の皆様からも積極的な応募を強く期待しております。本日は、国際ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム機構から、カバト事務局長、久米川次長にオンラインでご登壇いただくほか、研究グラント部長のドクター・ケルバー、フェローシップ部長のドクター・ポーリー、科学コミュニケーション部長のドクター・ボーユにオンラインでつないで参加いただいております。産総研からは、2016年に研究グラントを獲得された宮崎亮研究グループ長に経験談をお話しいただきます。さらに、研究グラント審査委員の経験をお持ちである北海道大学の金城正孝名誉教授にもご登壇いただき、申請にかかるアドバイスをいただきます。ご登壇いただく皆様、説明会にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。改めて厚く御礼申し上げます。また、最後になりましたが、本日の説明会の開催準備に携わっていただいた産総研英明堂の皆さんにも御礼申し上げます。それでは、私の開会ご挨拶は以上とさせていただき、続きまして、 HFSP を当省とともに支援しております文部科学省より研究振興局の大槻光康戦略官にご挨拶をいただきたいと思います。大槻戦略官、お願いいたします。
ただいまご紹介いただきました文部科学省で研究振興戦略官を務めております大月光康と申します。本説明会の開催にあたりまして共催者として一言ご挨拶を申し上げます。まず日頃より本プログラムの運営や推進に携われている国際ヒューマンフロンティアサイエンス機構の皆様、当省と密に連携して本プログラムを推進している経済産業省、また AMED の皆様、本プログラムの審査に携われている有識者の皆様、さらには本説明会のために会場の提供やご準備にご尽力をいただきました産業技術総合研究所の皆様に御礼を申し上げます。先ほど井上室長からお話がありました通りに、本プログラムは約37年前のベネチアサミットにおいて我が国が提唱したことによって始まっているところでございまして、現在17の国および地域からの財政支援を受けて運営されているところでございます。その中でも我が国は最大の拠出国であり続けており、プログラムの構想段階から一貫して文部科学省は経済産業省とともに本プログラムの拡大や継続に貢献してまいりました。また産業技術総合研究所の前身にあたる工業技術院の研究者は本プログラムのその構想段階からご貢献されたと承知しておりまして、関係者が一堂に揃いこの産業技術総合研究所で説明会ができることは大変意義深いことだと感じております。本プログラムはライフサイエンス分野に関連する革新的基礎的な国際共同研究を推進することとしておりますが、分野融合的な研究を重視しておりまして、物理学、数学、科学といった多様な分野の基礎研究を担う人材育成やシーズの発掘、さらには国際的な研究ネットワークの構築にも寄与するものと考えております。昨年量子ドットの発見と合成に関する業績でノーベル化学賞を受賞した MIT のマウンジ・バウンティ博士も2007年にこの本プログラムの研究グラントを獲得しているなど、本年度までに29名もの方が研究グラントの受賞者がノーベル賞を受賞しているところでございます。その他本プログラムの支援を受けた研究プロジェクトの論文引用指数が世界平均の約2倍という調査結果も出ているなど、本プログラムは国際的に非常に高い評価を得ているところでございます。研究者の皆様が取り組んでいる独創的な基礎研究は、その成果は学術的な意義を有するのみならず、イノベーションの源泉となるシーズを生み出すものとしても重要であり、時として人類に大きな利益をもたらすものであります。基礎研究の振興と人材育成を担う文部科学省として、本プログラム等を通じ、日本が基礎研究の発展に多大な貢献をしてきたことは、大変誇らしく思っております。引き続き経済産業省とともに、本プログラムの支援を他の参加国とともに行ってまいります。結びになりますが、本日の説明会が、ここにいらっしゃる未来の応募者の皆様にとって、人類の未来を切り開くようなブレイクスルーに向けた第一歩として有意義なものとなることを記念し、簡単ではございますが私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。大月戦略官どうもありがとうございました。それでは続きまして、国際 HFSP 機構のパベル・カバト事務局長、久米川次長よりご講演いただきます。プロフェッサー・カバト、could you please begin your presentation, please? Within you and 久米川さん、within 30 minutes, please. Thank you. スクリーン入れました。Good afternoon to Tokyo. Can you hear me?Yes. Thank you. So, very good afternoon from Strasbourg, France. I'm Pavel Kabat, Secretary General of the Human Frontier Science Program Organization. And as you know, very often with all of you in Japan and trying to work together on this fascinating organization, which was given to the world
from the Japanese vision. Today, I will be focusing on the interaction between the fundamental science. By this, I mean a science which is really driven by curiosity, not by kind of planned, pre-planned outcome, which is having surprisingly effective results in terms of the innovation. I will show you some of the examples how this works in the HSSP program. So, let's see now my second slide. So if you look around, a couple of very clever people across the world have baptized this century, 21st century, as a century of biology, age of biology. What do they mean by that? If you compare this century with 200 years ago, 1850, when we started to build the economy around fossil fuels and about steel, we call that age of engineering. Big thing which happened about engineering. Last century was mainly physics and chemistry and mathematics, which brought humanity further in its progress. In this particular century, as we speak already, not over 50 years, we see already an enormous investment between the basic science and the innovation in all what I would call biotechnology large set of sectors. Materials and chemical energy industry, consumer products, agriculture, and of course human health and performance. You see here how much already now in 2024, 2025, we are investing globally in the innovation and in the economy, which is based on the fundamental biology and life science. There are predictions that by 2030, 2040, up to 40% of the global economy will be concentrated and earned within the large area of biotechnology. So if you look at this more schematically, currently, we are already at a stage that we have, as you know, DNA sequencing, which led to many, many applications from the polymers and chemistry all the way up to the health. Within the next 5 years, we expect a very strong improvement in, for example, using the mRNA flu vaccinations in a broader context. Then, within the next 10 years, we believe that the CRISPR will be there around enhancing of the agricultural livestock, bioremediation, for example, of the soil, and within the next 20 years, maybe we will see already the age of biobatteries, drought-resistant crops, and even 3D printing organs. So this is the prospect. And I think the question which is very important to ask is, if this is the case, if the global economy and global well-being will be based around bioinnovation, who is ready? Which country, which economic bloc is ready for that? So here we have a little statistics of the number of patents which have been deposited in these countries, United States, Japan, China, South Korea, all the way down to United Kingdom. It's a little bit old slide, but it goes until 2019. So you see that at this moment, the United States is still a leading country in connecting the innovation to the five fundamental life science. Japan is the second, but just look at the numbers of China, look at the South Korea. And so there is a lot of emergence of the capacity in these countries. I think what is really interesting to look at is the is this picture, which is showing how this innovation potential developed in those countries. So if you look at Japan in between 1980s and say 2000, 2005, there was a huge steep increase and rise of the innovation potential. And then it kind of stabilized over the last 10 years, and it's still stabilizing and growing slowly. In some of the European countries like Germany and also France and other European Commission countries, actually we are stagnating at this point. As opposite to, for example, China, where you see, this is the last graph in my right corner, that there is an enormous increase. Like Japan had in the beginning of end of last century, is happening now in China. It's also interesting to see how the innovation potential looks when you look into the supporting ecosystem, I mean the supporting side to side right now. So here, this is from life sciences. This is the OECD statistic, which is coming to us every second year.
You see here four countries compared: China, Japan, South Korea, United States. In terms of the total amount of scientists, number of scientists employed within the life science sector in the broad context. So you see here that Japan, in terms of the per million population, is still quite high. However, the increase, annual increase, averaged over 5 years, is very, very slow. Combined to, for example, China against South Korea, where the annual increase is between 4 and 5%. So I think this is showing that we have, on one hand, a huge potential based on the enormous leadership and tradition of the Japanese innovation sector connected with biotechnology, but we also see a stagnation, both in the life science scientist numbers, and also in the way how the speed of the new patents are coming from the basic science. So how, in this context of the future, human frontier science program can help and play a role? It's already mentioned by Mr. Otsky and by also other colleagues how we started. It is a gift, it is a vision from Japan to the world. It started to promote innovative cutting-edge research at the frontiers of the life science. And I think important is to say, for the benefit of humankind. For the benefit of humankind, which means the humankind across the globe, not only in the one specific country. We are very happy and thankful to the Japanese government that last year at the G7 summit science minister meeting in Sendai, HSSP was yet another time on the agenda and was mentioned in the communique by the ministers, appreciating the strong, strong support to the organization into the future. So why is HSSP so unique? HSSP is currently only known publicly supported international program where the supporting agencies and the countries put the resources into the one single, I call it, pot of money without any strings attached. It is very different from many other international agreements. Only the quality of science, only the frontiers of science is mattering when it comes to the selection of the projects. It is completely bottom up, driven by scientists and curiosity. Very little steering from the top-down administrative or financial powers then. It is by definition multidisciplinary, cross-disciplinary. We have life science, we have physics, we have chemistry, we have artificial intelligence, what have you, as long as it is needed to solve the question. And it is by definition international. No single project which we have is only a national project. There is a requirement and condition to get the funding with an international partnership. I think what the unique future is, which is paying back a lot, is the what we call high risk, high gain, meaning we are open and welcoming and actually preferring the ideas which come to us without having too much history, not the data which are available, not publications on the topic. So we are very different from any other programs. We are not looking for the linear progress. We are not looking how good you are already in the topic you are proposing. We are looking into the boldness of the idea you have, and we are also able to fail. I mean, of course, the high-risk ideas, they may fail. The truth is that over the last 35 years, almost none of these projects failed, because when you got the HSSP project, you have such a high international quality that you at least deliver excellent results. We are extremely flexible and agile. I believe personally, as I see Prime Minister Nakasone and all the leaders in 1987 believed, in the creativity of the human mind, human brain, as long as you can free it from all the other concerns and administrative overload. And I see this flexibility is throughout the whole program, and it really pays back in terms of the outcome. And last but not least, of course, we are international, and we are really international in terms of participation. So far, we have supported more than 70 country scientists across the world. And of course, science is a mean of communication and international collaboration. So we believe that we are also contributing very much by this program to the science for peace. I will not go through this in detail. It was already mentioned by Mr. Otsky. The testimonial to this, what I call unprecedented international success story given by Japan to the world, is here in numbers. You see here more than 8,000 scientists throughout the world currently belong to the HSSP alumni community and grantees and awardees and fellows. As already mentioned, the publication output is huge, academic output twice as much as the world average.
all the prizes which you really put on the high category of the awards, from Nobel prizes all the way down to the breakthrough prizes, are given to HSSP grantees and alumni. And we are particularly proud that these 29 Nobel prizes can be actually linked to the community and to our support, which we have been giving to this community. I think what is really relevant and perhaps most surprising and specifically relevant for today's discussion is that despite of the fact that the projects of HSSP are coming from the mind of scientists, which is driven by curiosity, not really knowing, frankly, at the beginning, what would happen with the results. We are not promising that we will be solving the problem of the world. You see that the innovation potential in this system is huge. About 3 times more patents are deposited from the HSSP supported projects compared to the mainstream funding. And I think this is a surprising outcome. This is saying that in the innovation cycle, the fundamental science coming from the bottom-up approach is actually has a long, long tradition in contributing up to the large, large extent to these issues. And of course, we have a number of examples. I will not show too many. This is one example where the researchers came actually to study something completely unrelated to the medical applications, and they discovered a drug which is now approved in the United States and Europe, very important drug for the cancer treatment. The other example, which is being shown in this context, there was a driven research by curiosity to looking how this little lizard gecko actually sticks to the steering and sticks to the walls. It was a biological mathematical problem. It ended up to develop a very important material in the composite industry being now used across the world, including the aircraft and space industry. So you see from completely unexpected outcome to the high applications and economic value. Yet another example is one of our Nakasone Award winners, Aviv Regev. She is now at Genentech and also in the Roche group. She got the grant of HSSP 2005 and 2020 Nakasone Award, and the whole Genentech industry, which is connected to the gene sequencing single cell resolution, is predicted to have a 2.5 billion turnover market size by 2025. So I think we are kind of changing the paradigm, which is an old paradigm about basic science is only for the basic scientists, you know, ivory tower. I think we are showing that this is really finding its way in a rather quick manner to this innovation. The other example, which we were proud to discuss and show last year at the BioJapan in October last year, is a Japanese colleague, Dr. Kanzai, who used insect, this little insect here, and develop antenna to sense the odors, which of course could function as a flying robot and which has a lot of applications, including, you know, the industry of defense in this context. Now, Japan, so far, until now, is also a major beneficiary of the program, next to be a larger supporter. So far, Japan has got among all the countries most of the frontier fellowships, and it is a number three in top three in the HSSP research grant. I'm saying so far because one of the concerns we have all together, including the Japanese ministries and the leadership of the program, and of course the Japan and the global communities, we would like to see much more applications coming from Japan to this program. For a couple of reasons, Japan is an enormous bank of the talent, you know that. It's a leading country, and the talent we hope would be finding more often the way to us. Also, we believe that we need to capitalize on this potential of the program to get notion of importance collaborating internationally, going outside of Japan to the new generation back on the table. Now, interestingly is to see that Japan is still extremely competitive in this in this leading edge of the international science. You see here a success rate since 2004 of all countries which apply and Japan. Japan is the red one. You see that Japan is actually following the success rate globally exactly. So there is no difference between the American or UK or Swiss scientists coming to the program.
The issue is in Japanese. The issue is number of applications, number of participations in this particular program from the side. So I think this particular meeting today has a main objective to get you interested in looking at us and sort of take a chance and make an international collaboration and apply, because you see the success rate is there. Now, numbers are not huge, but they are quite constant. So, for example, last year, we had a very successful year, proud of Japan in this context, but Japan was able to get 9 research grants, 3 from the research and early career, and 6 from the international research grants program. This is really a lot. If you see that globally, from hundreds and hundreds of applications, in the end, about 100 scientists are funded, and 9 of them are Japanese. This is about 10% success rate. If you look back, Japan was last year here the most successful country of all applying countries in terms of success rate, 10%. This year, we are just in the middle of evaluation. We will know soon what will happen. But again, I can only tell you that there are some very successful proposals in the research grant domain, which will be proposed to the Board of Trustees for approval. Now, the disciplinary, so to speak, spectrum is quite large. I mean, we interpret life science scope in quite a broad context. So what you see here is disciplines which are often selected for the projects. It goes from biochemistry, bioinformatics. There is a genetic, structural biology, ecology. Ecology specifically is getting a lot of ground, but also soft metaphysics, developmental biology. So it's really broad, and don't get confused by only biology. It's really multidisciplinary. And as I said already before, we welcome any discipline as long as it's needed to solve the major hypotheses which come to the program. So let me close this short intervention by 4 or 5 bullet points where we believe, together with the Japanese leadership of this program, can be done even to increase the benefit of the both science but also innovation sector in Japan. As I already mentioned, we need more and more applications, and we are doing a lot together to induce people. We also need more young people who would be willing again to go on the HSSP fellowship to America, to Europe, wherever, to stay there for a couple of years and to get the international experience. Those numbers are unfortunately going down in Japan then. But also, this is a discussion with the Japanese government. I think the Japanese system should think about providing more favorable conditions to welcome the returning Japanese talent back to Japan. I mean, when you are as good to get the HSSP funding across the world, 4%, best of the best, then you are even better when you spend 5 years in Switzerland or the UK or the US. When you come back, I think you are a huge asset for Japanese science, technology, and innovation. And so this discussion should be there. I think you should be better supported. We also would like to see more non-Japanese international scientists to come to Japan to work on the research grant, but mainly on the fellowship. So we are now trying to sort of support this concept of the brain circulation. And last but not least, under the leadership of METI and also other colleagues, we have been so far twice present at the BioJapan in Yokohama, in which we are trying to do not only workshops to show concrete example of the Japanese scientists and other scientists what can be done with this basic research, but also to organize a meet and greet session between the innovation sector from biomedical to technology and our scientists to see how we can short the innovation cycle between the idea and the application and prototyping. So thank you very much. I would now hand over to my colleague Hiro to continue on the more specific sides of the program. HSPO で事務局次長をしております、久米川と申します。これからは応募に向けまして、皆様の応募に向けまして、プログラムの詳細についてご説明いたします。ファイル見えてますでしょうか。
見えてますでしょうか。HSP は、補足を支援するフェローシップと独立した研究者のチームを支援する研究グラントがあります。どちらも公募は年1回です。本日は研究グラントについてご説明いたします。ヒューマンフロンティアサイエンスプログラムの特徴については、先ほどカバットの方からご説明がありましたので、ここでカバーする追加のポイントだけご説明いたします。まず研究の成果ですけれども、こちらは発明者に帰属いたします。そして HSP カルチャーということですけれども、本プログラムの成功は優れた提案を選考する審査にかかっております。ライフサイエンスの前期を対象とする多くの提案から科学的にインパクトがあり、かつ HSP の求める他の要素を満たす提案を選ぶのは難しい仕事でございます。こちらを可能にするのが、世界の多くの署名審査員の専門的な知見を参考にしながら審査を行う各国から選ばれた優れた審査員です。HSP として応援すべき研究は何かという理念を共有し、幅広く偏らない視点で研究そのものの内容を評価し、建設的に議論して応援すべき課題をみんなで選ぶ姿勢が HSP の文化として、審査員の方々の間に受け継がれています。HSP が支援するのは基礎研究でして、応用研究は支援対象ではございません。臨床、バイオテクノロジー、食料生産、環境問題などに関する応用研究や大規模データ収集などは、基礎生物学として興味深い問いに関わるものでない限り支援対象にはなりません。営利組織の研究者はメンバーに加われますが、支援対象にはなりません。先ほどもご説明ありました通り、応用を目的としない研究から特許や応用につながる成果が数多く含まれております。ただ結果としてそうなることは結構ですけれども、研究提案の主な目的には挙げないでください。研究グラントは独立した研究者2から4名のチームを原則対象としております。ライフサイエンス分野全域の先端にある基礎的なトピックであれば、分子レベルからエコシステムレベルまで何でも結構でございます。チームのメンバーすべてにとっての新たな問いに取り組むものであることが求められます。研究グラントには2種類ありまして、1つは独立してからの研究年数を問わないプログラムと呼ぶものと、独立してから5年以内、博士号を取ってから10年以内の研究者のみで構成されるチームを支援対象とするアーリーキャリアと呼ぶプログラムがございます。研究期間は3年間です。研究チームにはチームを代表し、研究の企画と調整の責任を負う PI とそれ以外の Co-PI を負いますが、PI だけは HSP の加盟国でいる研究者である必要があります。研究費の規模は研究内容に関わらずチームのサイズで決まっております。基本的に2名のチームは30万米ドル、3名は40万、4名以上は50万米ドルです。研究費は PI や Co-PI の研究料には充てられません。異なる国の研究者がチームを組むことが基本ですが、分野構成上必要性が説明できれば、同じ国のから複数の研究者が参加することも可能です。しかし、その場合、支援額は減らされます。応募採択の規模ですが、レターオブインテント、LOI と呼ばれる短い提案を提出する最初の段階では、延べ2000名強の研究者が構成する約700のチームから応募がございます。一次選考の結果、絞られたチームがフロープロポーザルを提出することになり、最終的には約30チームが採択されます。研究者の数では100名ぐらいです。LOI に対する最終的な採択率は4から5%ぐらいになります。次に、2段階の選考につきご説明いたします。まず LOI につきまして、最初にプリンシパルアプリカンツやプロポーザルセントラルという応募用サイトで ID を取得してください。締め切りは今年は3月19日です。その後、すべての研究チームのメンバーが LOI を完成させ、提出する必要が、提出する、していただく
の締め切りが3月28日になります。提出されたローアンのうち、応募の基本要件を満たしていないものがまず取り除かれます。例年 10% ぐらいです。基本要件を満たした提案が審査委員会のメンバーに評価され、評点が付けられます。評価の良い LOI 250件ぐらいを対象に、経験豊富な審査員からなる選考委員会が審査し、80から100件ぐらいに絞ります。一次選考に通った研究チームに対し、フルプロポーザルの提出を求める通知が7月中旬に出されます。フルプロポーザルの提出期限は9月中旬です。提案内容に関して専門知識を持つ外部の専門あ書面審査員に評価を依頼します。書面審査員は各提案につき最高6名までです。1月末に、審査委員会が開かれます。今週ちょうど2024年採択分の演出委員会が開催されました。各提案につき3名の審査員が書面審査も参考にして評価し、評点をつけたものを審査委員会で説明します。それを参考にして審査委員会のメンバー全員で議論し、評点をつけて採択課題の候補を決めます。審査委員会の結果をベースにして、最終的には3月後半に理事会で採択課題を決定し、結果を公表いたします。では、どういった課題が採択されるでしょうか。まず、地域で大胆なアイデアと革新的な手法を採用した基礎的なライフサイエンスが支援対象です。新たなアイデアに挑戦されますので、事前データは必要でも望まれてもいません。優先分野はなく、研究者の姿勢を重視します。何を異分野と見なすかは審査でも議論になりますけれども、アイデアとプログラムでは求めるレベルも若干違いますが、いずれにせよ、できるだけ異質な組み合わせから新たな考えや手法が生まれることを期待しており、提案が高い評価を受けます。同様に国際性についても、大陸をまたいだ研究チームの組み合わせの方が高く評価されます。このような国と分野を超えた協力で、単独の研究室では取り込むことが難しい、世の中を変えるような大胆なアイデアに取り組み、新たな研究領域を開拓することが期待されています。思い立ったが吉日ということで、提案のご準備や早めの着手をお願いいたします。で、研究計画を練る際ですけれども、各チームの研究チームのメンバーが、研究する課題に全く新しい、手法を持ち込むように心がけてください。で、その際、次のような点を検討いただくと良いかと思います。まず、あなた方の分野の最先端での課題を考えてください。また、リスクに尻込みをせず、それをどう乗り越えるかを考えて、その説明を工夫してください。チームにとって全てのメンバーが不可欠であり、お互いが補い合って協力する計画であることが明確に分かるように記載してください。特に数理モデルが含まれる場合は、それをどう使うか、手法が明確になるように説明してください。注意点です。で、各研究チームが1国のみのメンバーである場合、同じ研究機関から複数の研究者が参加する場合は支援対象にはなりません。また、研究チームメンバーの従来の研究の延長、の研究費でも支援されるような内容、有名な研究者を犯されて付け加えるようなことは避けてください。また、研究の問いは基礎的なものである必要がありますので、応用を目指していると受け取られるような書き出しも避けられた方が良いかと思います。で、効果的な LOI の書き方についてです。LOI は短く字数が限られています。厳しい絞り込みが行われるこの過程を勝ち抜くには、端的に研究内容の魅力をお伝えいただく必要があります。そのため、取り組まれる研究テーマが基礎科学の興味深いトピックであることを冒頭から
明確に伝え、審査員の関心を引きつけてください。審査員は多くの分野の多数の提案を審査するので、簡潔な言葉とスタイルがよりアピールすると思います。ご自身の専門分野の以外の方にも読んでもらうのも良い考えかと思います。略語は避けて、また概念が明確に伝わるかを考えてみてください。ご自身の研究が国際性など必要な特性を有していることは、記載内容から審査員が客観的に読み取れるように工夫なさってください。LOI が通れば、次はフルプロポーザルです。フルプロポーザルは研究計画を詳しく記載できます。そのため、提案された研究や協力が本当に新たなものか、メンバーの研究の延長に過ぎないかもはっきりします。繰り返しますが、事前データは不要です。ただ、すでに始まっている研究は、引き続きのフロンティアの対象にはなりません。ただ、リスクを伴う方法の概念実証なら許されるかもしれません。リスクのあるテーマにあなた方がどう取り組む、挑まれるのか、それがうまくいかなければどうするかということをお提示なさってください。モデルや計算科学的な手法を用いる場合は、それが全体の研究にどう寄与するかも具体的に記載してください。審査員はその点も見ます。また、関連文献を読み込んだ上での提案であることが確認できるよう、関連する重要な論文は漏らさないでください。書面審査は応募者から提案された研究者にも依頼いたしますので、利益相反にならないように協力者を避けてご提案ください。なお、審査委員会の委員や事務局も書面審査員を提案いたします。採択された研究者は年1回、各加盟国持ち回りで開催されるアワーディーズミーティングに参加できます。ライフサイエンスのさまざまな分野で先端研究を行う研究者と知り合い、研究の規模の視野を広げられる良い機会になるかと思います。こちらのスライドは現在応募中の応募関連情報です。QR コードや URL から研究グラントのサイトをご覧いただけますので、ぜひご確認ください。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。皆様からの応募をお待ちしております。 Thank you very much, Professor Kabato and Kumekawa-san. So it was a very brief, clear message and explanation. Thank you very much. So we will have a Q&A time after all presentation. So could you wait to the questions, please? 続きまして、HFSP 研究グラントの評価委員をされておられました、北海道大学先端生命科学研究員名誉教授の金城正孝先生に、研究グラントの評価についてのご紹介をいただきます。金城先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介預かりました北海道大学の金城でございます。今日はどうぞよろしくお願いします。私自身の研究としては、ライブセルイメージングと、フローレッセンスコレーションスペクトロスコピーという手法を用いて研究を続けております。で、ヒューマンフロンティアサイエンスグラントの関係としましては、2011年から2014年まで、いわゆる、レビューコミッティとして参加いたしました。レビューコミッティと言いますのは、いわゆる二次審査委員のことになります。で、それと少しオーバーラップしますけど、2013年から2017年まで、今度はセレクションコミッティとして参加しております。これは、いわゆる一次審査委員の、ことを指します。で、偶然ですけども、また2021年に一度、セレクションコミッティを仰せつかりました。その頃はちょうどコロナの時期でしたので、オンラインでの審査になりますけども、その以前、多分今年あたりからは、対面での審査が一次審査並びに二次審査で行われます。今日の話は、
ヒューマンフロンティアサイエンスのポリシー、今日キーワードとしてはヒューマンフロンティアサイエンスのポリシーと審査の公平さということと、このグラントが日本人、特に若手の研究者向きの助成であるという、この3つのキーワードで紹介していきたいと思っています。研究グラントに関しては、1つの目標と3つの要素というふうに説明ができると思います。1つは、このグラントの目標、目的というのは、生態が持つ生命かつ優れた機能の解明にあたります。これ以外は、求めていません。ただし、この、目標のためには3つの要素というのが求められます。これがイノベーティブであるか、もしくはインターディスシプリナリー、学際的であるか、並びにインターナショナルであるか、この3つの要素が含んでいないと採択はされません。で、フェアな審査と申しましたけども、審査には2段階ありまして、フルアプリケーションというのと、その前に先ほど宮崎さんが紹介しました、レターオブインテント、約主意書と言われますけども、A4 2枚の、申し込み書というか、その申し込み書を書かないといけない。で、これを通過しないと、このフルアプリケーションには至らないということになります。で、レターオブインテント並びにフルアプリケーションの中にも、この3つのイノベーティブであるか、もしくはインターディスシプリナリーであるか、インターナショナルであるかということを明確に書いてないと、フルアプリケーションに進むことはできません。で、これをそれぞれ簡単に説明しますと、イノベーティブとは何かというと、いわゆる既成概念を覆すハイリスクな基礎研究であるということと、また、申請者の現在の研究の延長線上にない課題という意味では、例えば、ナスプロとかそういうもののような申請は不可であるということになります。で、予備データや出口戦略は不要と書いてありますけれども、本当に予備データは必要ないのかと言いますと、審査員の目からすると、出口戦略は書く必要はありませんが、予備データはあった方が、理解してもらいやすいということが言えます。どの程度のデータを持ってて、どの程度の、実現性があるかということを示すことができるだけのデータはあった方が、採択されるというふうに考えられます。で、インターディスシプリナリーとは何かというと、イノベーティブ実現のための新しい方法論の要求です。したがって、新しい方法論がどこにあるかということを明確に書いておかないといけないということになります。では、新しい方法論といっても、実現性はどこまで求められるかということになりますが、これは、先ほど言いましたハイリスク・ハイゲインであるということで、実行できなくてもいいんだけども、ハイリスクであると、非常に興味深い新しい方法論であるということが、書いてないといけないということになります。で、これは、新しい方法論には異なる領域の融合知というものが、必要であろうというふうに考えることができると思います。で、インターナショナル、もしくはインターコンチネンタルというのが、先ほど宮崎さんもおっしゃってたように、かなり理解が難しい、簡単そうでなかなか難しいというのがあります。で、現在、過去、並び共同研究者、もしくは、所属、もしくは共著者というのは、認められません。だから、共同研究したことがない、もしくは、同じ、所属ではないところから探してこないといけないということがありますけども、例えば同じ分野、同じ所属、同じ国でないということを考えるときに、一つ裏技というのは、先ほど宮崎さんもおっしゃってたんですけども、出身国は、規定しておりません。だから、同じ日本人だとしても、海外に住んでいる日本人と手を組むことは、これは認められることができるという例になります。違う国と、共同研究をしているのであって、同じ、日本人と共同研究をしているわけではないと。ただし、同じ日本の中で海外の人と共同研究をすることは、それは NG ということなので、もし、知り合いの方で、
違う分野であるということは大事なんですけども、海外に住んでる日本人で違う分野であるということだったらチームを組むことも可能だということになります。でこれは、もう一つはじゃあその、同じ分野でない同じ所属ではない違う国である共同研究者を探すにはどうすればいいかということなんですけども、これは、2023年にグラントを、受賞しました北海道大学の、藤島先生からいただいた、パワーポイントになります。で彼女はこの4つのメンバーで、2022年に、ヒューマンフロンティアサイエンスプログラムの、グラントを受賞しました。でやっぱりそのメンバー探しがやっぱり大変だったというふうにおっしゃってます。で2カ国以上の独立した研究者であるということと、2から4名揃えないといけないということで、対象になると、4カ国4名協調者なし、しかも共同研究の履歴がなく、違うフィールドというのはかなり探すのが大変だということで、まあ、知り合いはほとんど同業者というのは当然のことなんですけども、むしろそれが、バリアになってこれが大変だったというふうにおっしゃってました。じゃあ彼女はどうしたかというと、知り合いの、まあ、簡単に言うと、知り合いの知り合いの知り合いくらいがちょうどいいということで、知り合いに声をかけてもらって、であるこういう、技術を持っている人、例えばこういうフィールドの人を教えてくださいと言って探してもらうのが一番いいだろうと。で誰も知り合いがない人と探すのはむしろ逆に怖いと。本当にこの人が実験をするしてくれるだろうかというのは保証の限りではないので、やっぱり知り合いの知り合いの知り合いぐらい、まあ知り合いの知り合いぐらいでいいと思うんですけども、を目安にして探すのがいいというふうにおっしゃってます。で、異なる手法をまず探すためには、例えば実験と理論等を組み合わせると。で、異なる動物を、持ってくるとか、まあ、異なる材料を持ってきてフィールドが違うというふうに考えることもできると。でここで、異なる年代と書いてありますけども、審査員の目からすると、若いチームの方がよりベターだというのが、まあ、合言葉ではないんですけども、評価の対象になっております。ですから、無理に、有名な人を連れてくるよりはむしろ新しい人を、でチームを組んだ方が評価の対象になりやすいというのは考えられます。ということで、これからは私が経験したどういうふうにして、審査が行われてきたかということを紹介したいと思います。だいたい年間、1000件ぐらいの応募があります。多分現在でもそうだと思いますけど、そのうちのだいたい800程度が、グラントというのと、応募で、だいたいそのうちの200ぐらいがアーリーキャリア、今でいうアーリーキャリア、もしくは昔でいうとこのヤングインベスティゲーション、インベスティゲーターの、数になってきます。それからだいたい事務的に不適切と考えられる案件を除いて、その残った800なりの、レターオブインテントを、2名のセレクションコミュニティで読んでいきます。あ、2名というか、あと 1つの、レターオブインテントに対して2名のセレクションコミュニティメンバーで読んでいくと。で評価をします。でそのうち、ABCD の評価をつけて、イノベーティブであるか、もしくはインターナショナルであるか、ハイリスクなのかということで、評価をして、ABCD で評価をしていくと、だいたい中庸な程度か、もしくは中庸よりちょっとした程度の BCDD は機械的に省いてしまいます。で残った、200、グラントが残ったグラントの場合で200、ヤングインベスティゲーターの場合で50ぐらいのやつを、今度は AA から CC もしくは CD の中でコメントが、審査員のコメントが良かったものだけを評価の対象にしていきます。でこれで注意してもらいいただきたいのは、セレクションコミュニティは一つ一つの、レターオブインテントに対して単なる数値だけではなくてコメントを付します。これが面白いのか面白くないのかという自分の言葉でコメントをしていきます。でそのコメントも重要な評価の対象になってきます。で、200もしくは50ぐらいのレターオブインテントのうち AA もしくは CD を中心に評価していきます。でこれは2021年の、
評価メンバー、一次審査の評価メンバーですけれども、上の、4つ、4人、あ、4つのカラムは、事務局、残り下の12名で、セレクションコミュニティとして、ディスカッションしながら一つ一つの、レターオブインプットを評価していきます。で、このコメントはどういうふうなコメントかというと、ですね、まずセレクションコミッティ2人が AA をつけたものに対して、当時の一次審査委員会でもう1人セレクションコミッティが、まあ、同じ評価をします。で AA に対して本当にこれが A でいいのかということをして、そのスコアを、決めます。だから AA に対していや私はやっぱり B だと言って、それの評価を一番優秀なものの10名程度をまずその日のセレクションコミッティで行います。でその後これは、利益相反のメンバーがいるかどうかとして、でただし最初に AA をあったとしてもやっぱり第三者で見るとそれは A じゃなくてやっぱり、それに値しないという評価を下すこともあると。で今度は AA を読んだ後に今度は評価の悪いところ、まあ、評価悪いというか DD ではないのですけど BD もしくは CC の中で、コメントが良かったものを評価していきます。つまり上の上限とまず下の上限を決めるという審査方法を取ってます。でその場合BD であったとしてもフルアプリケーションを読んでみたいというのも一つか二つぐらい絶対あるので、それもレスキューしていくという方か、評価を行います。で私たちがセレクションコミッティとしてストラスブールに呼ばれたんですけども、なぜあなたたちがここで対面で評価するのかというのは、こういうふうな文章を配られます。つまり最初に A と思ったものでもそれは A でない場合があるよと、ちゃんと対面で話をするとそうでもない場合があると。でもう一つは C と思った場合でも、それをよくよく読むと、レスキューして、賞をもらった時があるというので、その、AA が本当に AA なのか、それとも C が本当に C なのかということをディスカッションしてほしいと。ただし C が本当に C かっていうのは実はですね、こんなコメントが出てくるんですよ。これは最終的にオーバーオールは C だったんですけども、Need for collaboration が4もらってるんですね。4が一番いいんですけども、C なんだけど4をつけてる、レターオブ審査員が1人いると。でその評価なんて書いてるかっていうと、Interesting idea but exceptionally unrealistic で ambitious、 つまり、ちょっと面白いけども野望があるかもしれない。で同じ評価に対して同じくこれも C をつけてるんですけど、別のセレクションコミッティはしかしテクニカルにはチャレンジングであると。でこれはハイリスクでハイゲインなんだと。うまくいくかいかないか分かんないけど面白いと。で、本人は C をつけたにもかかわらずフルプロポーザルを読んでみたいというセレクションコミッティがいると。そうすると CC をもらったとしてもコメントがなんかいいので、じゃあフルプロポーザルを読んでみようかなと言ってプロポーザルを評価していくという手法を取ってます。でいかにこれは、審査員の公平さかというのが示されているかというふうに思います。これは、審査会場ですね。こういうふうなロの字型になって、対面で一人一人の審査の意見を聞いて、それで評価していくというふうになっています。で二次審査はじゃあどうなってくるかというと、今度は先ほど200から、大体90ぐらいまで、落としていくんですけど、この90の、フルプロポーザルを今度は審査員以外に、メールレビューはいわゆるその論文の、レビューはと同じなんですけども、それを世界中の同じ専門の人に配って、評価してもらいます。つまり、審査員だけではなくて世界中の研究者がそれをレビューしてもらうということで、5人のレビューアーの評価を見ながら今度はレビュー、審査員がそのレビューアーのレビューをするという手続きを取ります。でこの時の人数は、一次審査から2倍に増えまして、だいたい24名ぐらいで異分野の人たちが集まって、これも対面で行われます。これは審査会場、同じ審査会場ですけども、
先ほど12名から24名になってかなりぎゅうぎゅうになった状態で対面でディスカッションしながら審査を行うと。で、審査に結果にはインタビューはありません。つまりこれは申請書だけが評価の対象になります。これが言いたいのは日本人向きの応募だと。レビューする必要がないので書いた内容だけで評価されます。つまりこれが日本人向けの非常にいいところだと私は思っています。でしかもレビューアー1とレビューアー2が対立するともう1個レビューアー3を立ててそれが正しいかどうかをもう1回判断させていくということで審査員の考えを十分に信用して評価していくという内容になっています。でこれは宮崎さんも書いてましたけども派遣費とはだいぶ評価の仕方が違います。これまで分かった現象でこのメカニズムが分からないからこの研究を進めていきますという評価の仕方は採択できません。常に私たちの審査員の中でこの申請書のじゃあハイポセスは何だと、ハイポセスさえちゃんと書いておけばほぼレターオブインテントは通ると考えても過言ではありません。正しいハイポセス仮説を立てるかどうかというのが大きな、基礎になると考えております。で大胆かつロジカルな新仮説を立てられるかで、ステートオブザアートなアプローチが提案できるかということなんですけども、つまり現存の方法市販されている方法ではすでにステートオブアートではないということなので市場に出る前の技術、分析技術、解析技術を用いてアプローチできるというのはこれはやっぱりこの産総研ならではの、方法ではないかというふうに考えております。まあ、そういう意味ではこのヒューマンフロンティアサイエンスプログラムというのは産総研にいる研究者が非常に親和性の高いグラントではないかというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。金城先生どうもありがとうございました。金城先生もまた審査側の立場から非常に詳細に明確なコツなどあとチーミングの方法ですねご紹介いただきまして皆さんにとっては大変分かりやすかったのではないかと思います。それではここで質疑応答に移りたいと思います。せっかくの機会ですのでぜひご質問いただければと思いますがどなたかいらっしゃいますか。ご遠慮なく。産総研国際室の中村と申します。先生方どうもありがとうございました。ですね、一つこのグラントに応募する際にですね我々のその国際室の方で取りまとめてということで、やってまいりますけれども気になるところそのコメントをですねフィードバックしていただけるものなのかどうかというところですね。日本の家計費なんかですとこういったことで評価されているということが例えば不採択の課題でもありますけれどもそういった場合にそういったフィードバックがあるのかどうかということをどなたか教えていただければ。あ、はい。私の経験からすると、現在はどうか分からないんですけども、一次審査はフィードバックは多分ないかもしれないんですけど二次審査になるとフィードバックがあります。かなり詳細なフィードバックがもらえると思ってます。ありがとうございます。水間さんせっかくいらっしゃってヒューマンフロンティアサイエンス事務局にも次長としてご経験がありますので。Thanks for having me. Feedback is really important, but it's a big challenge to get feedback
to all 700 teams that apply. I have to say, I have done this in the last cycle, and it's a large challenge to give the feedback. We do always and have always given feedback to those applicants that have submitted a full proposal, so the long format that have been invited to do that. And it helps both awarded teams to improve their proposal or their work, and rejected teams that don't get the award to write or improve the proposal for another occasion. Ah, 現地から説明ありましたけども、最終的にですね、3月の末になりますと、採択者が選ばれますけども、そこで漏れた、採択されなかった方についても、こういうところが悪かったので、あなたは落ちましたというフィードバックがなされますので、それを手がかりにですね、次の年の、申請に生かしていただけるようにということで、その、フィードバックをもらって、でそこを改善をして通ったという例はあったというふうに、申し上げることができます。以上です。ありがとうございます。他にどなたかいらっしゃいませんか。バイオメディカル研究部門の加藤と申します。同じ年に申請する際に、他の研究同じ研究分野の方が重複して受賞されるという、そういったその研究分野の重複性というのは審査員の方々は考慮されているのでしょうか。多分考慮してないと思います。はい、であれば同じ分野であっても似たような課題であってもアプローチが違う場合には2つ通ることも可能ということでしょうか。ですね、一つのそのアプリケーションサイクルに出せるのは1件だけです。ですので、2つ課題を出してもですね、落ちてしまいますので、1件、1つのチームとして、その年のアプリケーションサイクルに応募できるのは1回だけと。で、落ちた場合は次の年にということでございます。他の研究者がということですね。研究分野としてですね。今のご質問は、違う2つのチームが同じようなテーマを出しても2つとも通ることはあるんですかっていうご質問。そういうことですか。それは審査は1件ごとにやりますので、お互いこれがあるからこっちはダメだとかそういうことではないですね。私は産総研の人間じゃないので風土というかそっちはちょっとよく分からないところがあるんですけども、私が感じている限りは割と産総研っていろんな多彩な、分野にまたがっていると思います。いわゆるその材料系から、金属系からもともとは、土ですかね、標本とかあると思うので、でそれと生物系をこうにアプローチをするという立場の方が僕としては非常にいいのかなと思ってます。だから生物系の人が生物のところにチャレンジするんではなくて、むしろ生物以外の人がこういう手法を生物に使ってみたいとか、こういう手法で生物の何かを測ってみたいとか、そういう考え方でも非常に私はいいのかなと思います。だからむしろその生物プロパーの人がいない、出ないではない方が生物にチャレンジしてみるという一つのやり方としては、このグラントは最適かもしれないというふうに考えています。とにかく新しいアイデアであってハイリスクハイゲインなんですよ。とにかく面白い方法であれば審査員はみんなサポートしてくれます。かなりこれはなんかスカイインザパイみたいなことをよくディスカッションに出てくるんですね。絵に描いた文字だっていうのがだけどやっぱり面白そうだで、なんかそういうアプローチだと評価されやすいかというふうに考えています。ありがとうございました。冒頭大月、戦略官からも科学とか物理とかその他の、分野との融合、インターディスプリンなというご説明があったと思います。まさにそういう、効果を目指してということですので、いろんな分野の方にぜひチャレンジしていただきたいと思います。
私ども経済産業省も産総研の皆さんがアプライしやすいように幹部に必要があればいくらでも働きかけしますので、ぜひその際はご遠慮なくお伝えいただければと思います。他にご質問等よろしいでしょうか。もしなければ、最後に、最後の部分に移らさせていただきたいと思います。産業技術研究所企画本部国際本部長国際部長である田久保典彦さんから閉会のご挨拶をいただきたいと思います。田久保部長、よろしくお願いいたします。まず最初に本日ご登壇いただきました、カバート事務局長、それと久米川事務次長、金城先生、それと宮崎グループ長、どうもありがとうございました。そしてまた貴重な機会を設けていただきました経済産業省、文科省および AMA の皆さんにおかれましても感謝いたします。どうもありがとうございました。産総研としても皆さんご案内通り、昨年3月にですね、国際連携ポリシーというものを策定いたしました。国際連携機能の強化に向けて力を注いでいるところでございます。これまで今日ご案内いただいた通りですね、本プログラムに対しての4課の拠出金というのは17カ国最大であります。約4割の20数億がですね拠出されています。そういう意味でも日本の代表的な国権であります我々に所属するですね皆様方のチャレンジ、非常に大きく期待をされているところでございます。このプログラム採択されればですね、産総研のみならずですね、研究者としての皆様方、または皆様方の研究そのものもですね、ブランド化に大きくつながっていくんじゃないかと、このように考えております。皆様方におかれましてはですね、このヒューマンフロンティアサイエンスプログラムを通じて海外とのですね連携に大いにチャレンジしていただきたいと思ってございます。本日は誠にありがとうございました。田久保部長、どうもありがとうございました。最後に、カバート事務局長、はじめ、本日ご講演をいただきました先生方に今一度、盛大な拍手をお願いいたしたいと思います。Thank you very much for Professor Kabato and Grace。 それでは、以上をもちまして本日の HFSP 説明会を終了させていただきます。本日はお忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。最後に事務局からいただいた皆様にお願いございます。会場で、ご参加いただいている皆様にはアンケートをお配りして、ございます。またオンラインでご参加いただいております皆様にはですね、チャットの画面でですねオンラインのアンケートのご案内ございますので、ぜひ本日のこのイベントに、説明会についてのご感想をですね記入して、いただくようお願いいたします。会場参加の皆様はアンケート用紙を机の上に置いて、お帰りいただければ開始いたします。どうぞよろしくお願いします。それから最後に宮崎先生、それから金城先生にはですね少しだけお時間会場に残っていただけるというふうにお伺いしておりますので、もし先ほどちょっと質疑の時間短かったこともありますので、個別にご質問ある方は会場に残っていただければと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。ぜひ皆さんのアプライを、期待してますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。